俺も飛ばしてっす。やりますか。僕としてはもう最高、まっすぐ行ってるし、しならせたやつをここで今度逆に戻す。早くも来ました、ね、こんだけ上がりましたよ。259ヤード後藤さんのおかげで、はい、ちょっと上がりましたよ。すごいです ね、やっぱ教え方すごいんだな。いやあんなことを意識したことはなかったんだ今まで。シャクトの下りなんてね。でもあれだけでも、はい、20-30ヤード変わったんですね、はい、まだ出ます。いけますね。まだいけます、はい、次は何やります。次はですね、はい、オーバースピードトレーニングですね。能力をもう開花させて、レポーターやってるみたいです後藤さんがマイクで本当にあのシャフトにボールがついてるだけなんですね、これはね。そうです、はい、どういう風にやるのかちょっと見せてもらっていいですか。はい、はい、実際にですね、まあ、ボールは置かないんですけど置いていただいて、まあ、ドライバーを振るようにスイングしていただ、はい、思いっきり、ほうほうほう、うおおこういう感じで、はいはいはい、で自分の限界突破をしていただきたいと思います。はい、わかりました。これあのいつも練習の時に使ってる、うん、まあ、ヘッドスピードを測る、はい、これ僕がちょっと打ってたあれが65、うわすげー、残ってるんですけど、え、はい、一番上のやつがそうでしょ。そうです、はい、がヘッドスピードですね。でまあボールスピードと、こちらが距離になります。うわすごいな、はい、まあ、実際機械を使って自分がどのぐらいのスピードで打ってるかっていうのを、はい、まあ、見ながら、こういう形で、はいはい、やっていただければと思います、はい、5回とりあえず5回、はい、5回も満振りするってことですか。そうです、5回も満振りしてください。はい、はい、じゃあいきますね。はい、はい、もっと振れます。もっと、ああ、もう振り足りないです。もっと振り足りない、振りない、あと1回思いっきり、あと1回いけますね。よし、はい、どんなものですか。はい、そしたらすぐドライバーいきましょう、はい、ですぐドライバーやる、はい、今のスピードを忘れずにちょっと振ってください、今のスピードを忘れずに、おお、見てくださいこのヘッドスピード、あ、上がってる46、まあ、ちょっと当たらなかったんでね、はいはい、あれですけど、お、あ、でもいいです、当たらなくてもこれですからね、はいはいはい、と言って忘れずにもう一回行きましょう。鬼コーチです。マジですか。3回、もっと振れますね。もっと思いっきり、はいはい、忘れずに、鬼だ鬼、でもあの速さね、はい、今の速さを忘れずに、おお、だいぶ出るようになってきた。すごい、あの速さ、もうリミッターを外したんで、はい、今のスイングスピードを忘れずに、おおおお、出た、出ましたね。本当に伸びしろあった、今日一出ました。うわ、230だったのに272ですよ、これすげえすげえ。ヘッドスピードも上がってますよね。上がってます。もうちょっといいじゃないですか。これを普段ことずやってるんですね。そうですね、限界突破をリミッターを外してやることも大切っていう、はい、確かに外れた瞬間がちょっとありました。46出ましたからね、トラックマンで。いろんな練習の方法あるけど、じゃあこれ300ぐらいいけるかもしれないですね、頑張ったらね。いや、もう300ヤードか計画いきましょう。いや、ジジイ後藤さんありがとうございました。ありがとうございました。いや、本当に僕もあんなに飛距離が伸びて、はい、まだ伸びしろあるって聞いたので、もうちょっといい気分になって、もう早く今からブンさん戻ってやりたいぐらいですよ。いや、もう300いけますよ。本当、はい、なんか夢が出てきましたね。はい、本当ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。さあ、そしてジジイ後藤さんはまたシーズンがそろそろ始まる。そうですね、うん、はい、はい、今年はどんな年にしていきたいですか。そうですね、去年やはり日本一になったので、今年も日本一目指して、うん、2タイムチャンピオン、はいはい、
こちらをちょっとやってみたいと思います。はい、はい、まあ、なんせ連覇できるのは後藤さんしかいないですからね。そうですね、今年ね、はい、うん、なので次あのドラコンの試合の方も頑張っていただければと思いますね、はいはい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。